は腸層で決まると題して腸と健康の関わりについて新谷博美先生からお話ししていただきましょうでは新谷博美先生をご紹介いたします先生は33年前に世界で初めて深夜方式といわれる大腸内視鏡の挿入法を考案し技術の完成に貢献されましたその翌年の1969年に 大腸ポリープの切除は回復手術をせずにより安全にできるようになりました今では世界中で先生が開発された内視鏡挿入法と手術法が利用されています現在はニューヨークのアルバート・アインシュタイン医科大学 外科教授やニューヨークにあるユダヤ系のベスイスラエル病院内視鏡センター部長などを兼務される傍ら年に2度、2ヶ月ずつ帰国されて日本でも患者さんの診療をされておりますそれでは先生に腸と病気の関わりについてこれからお話をしていただきます新谷先生、よろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生は 健康は朝早で決まるとおっしゃっていますが。まず、この朝早とは、何のことなのか教えてください。はい、あの、まあ、朝早っていうのは、朝の様子ということは、でね、表現すればいいと思うんですが。はい、まあ、日本人の場合は、こう人相だとか、手相だとかっていう言葉がありますのでね。はいえー、まあ、朝も、それに引っ掛けて、朝早っていうことを、私が作り上げたんですよ、ね。そうなんですか。これはね、また、アメリカでいくと、そういう言葉はございませんから。はい。 相なんていうのを日本語に直すいや英語に直そうとしても非常に難しいございますけどもね、はい、でまあその「彫相っていう腸の様子っていうのもいろいろと病気を含めてその正常な状態なんとかあるんですけども、はい、一番きれいな彫相っていうのは生まれたての赤ん坊の腸のことをまあいい一番いい彫相だって言えると思うんですけどね、はい、まあだんだんとそれにその遠のいていくにつれて彫相が悪くなっていくというふうに あの撮った方がいいいいんじゃないかと思いますそれが、まあ、食べ物に非常に密接な関係があるし、はい、また飲み物にも関係があるんですけどもねで、えー、そういうあのビデオを今お見せいたしたいと思いますけども、はい、まずじゃあビデオを始めてみましょう。はい、まずね、はいえー、最初のこの像は。 90歳の方のそうですけどね、はい、もう90歳でもねこういう具合にね柔らかくて、はい、ピンク色でねひだは少ないし、はい、硬そうじゃないでしょ、まあ、ういい層なんですようんで空気をこうあの内視鏡を通してこう入れていきますとね、はい、とこうスーッとこう、うんまあ、内空が開いて、はい、そこを見てるように感じるわけでしょ。そうで,すかでこの人を見,見ておりますねこれ。 こう本当ね,ね。ポケットがたくさんあるでしょ。はい、で便が詰まってるじゃないですか。これね。こ,れこういう便がこうぎゃっと詰まっちゃってね。はいえー、もう一ヶ月も二ヶ月も動かないような人もいると思うんですよ、えーで。こうなりますとね、そういうその便の後ろにあのいろんなバイ菌なんか住み込んでますからね。はい、そこからまああの炎症が起こって結石炎なんてなりましたね。でちょうどこう中枢炎とかあ盲腸炎とか言うでじゃないですか。えー、そういう場合のね。 あの熱が出たんなんかして手術が必要なこともある、ね、これこの人なんか特にそうですけどねあこれは真っ黒で、ね、いや真っ黒じゃなくて便がねべったりべったりとくっついてるようなね非常に悪い調子なんですよ怖いですね、うん、こういう映像を見てるとだからこういうねこういう人の、はいまあ、こういう人も若い方ですけどね非常に綺麗な顔の人ですけどもその腸 <laughs> の中はこんなに来たね <laughs> この人もね三十四歳のね <laughs>、はい まあ、あとよりもちょっと年取っていった、ね、ーンと、ね、くっついてるんですよ <laughs>、はあ、この人はねもう本当三34歳で子宮頸管癌でね、ええ、もう少したらポリもありますけどもこういう人というのはね本当にこういう調査を持っている人というのは非常にそういう癌なんかになりやすいですね。 やはりねこの人も非常に美人の方ですからね、ええ、お嫁さんにする時はぜひ私のね蝶の謙遜をしてからもらった方がいいですよって言ってもらいたいほどね、ええ、あのこうやっぱりあの、まあ、汚らしいこのなんですねなかなか蝶の中って自分で見ることはできないですもんね。ええ、だけどね一応ね、ええ、いろんなあ,のそのあれがあるんですけど、はい、まずねもうガスっぽくなってあのお腹の膨慢感があるとかね、はい、それから、まあ、悪臭がするようなね <え>おならをするような形というのはやっぱりこういう,うな調査が非常に悪いんです。で,すでもちろんね、はい、もう便というのは必ずあの二十四時間に一回出さなきゃいけないんですけれども、ね。<えっ S 2> でまあ別これ今見ているのがこれポリープなんですが。この膨らんでいるところですね。でねもう本当にね三十代でもねこうしてポリープができますし、<えっ S 2> このポリープがあの癌なんかになるようなポリープですとねもう二三年で癌化しちゃう人があるんですよ。 だから345、ね、歳でもね、はい、大腸がんなんていうのはもうたくさんいらっしゃいます最近ではね怖いですね、えー、だからね非常に食べ物と、はい、その水をよく飲むということをね非常に大切でございますよ、はい、<で>あ今ちょ,うどで、えー、ちょっと切り取ったところですけどね,ねはい、はい でこ,れをこのポリプっていうのは、はいえー、左側の半分っていうのが段々化しててね、えー、右側がまだ良性のところですけども良性、はい、っていうのはがんになってないところっていうのはこう表面もスムーズできれいでしょ、はいえー、だけど左側っていうのはねもう本当にな,んかなんてこぼこしてこういかにもこう悪いやつだっていうような感じがじないんですね 一旦こうがん細胞ができますとね、はい、もうスーッと良性のところのがん細胞を食っちゃってっ。でがんじんになったのね。このこもうがんなんですよ。北の話でしょ。これはずいぶん大きながんですね、うん。そうですね。だけどまあこういうがんでもね、はい、あの。まあ手術すると。まあ七十パーセントからい治っちゃうんですけども。その周りも見てください。はい、非常にこう便がたくさん溜まってるじゃないですか。えー、こういう人たちはね。 もう本当に慢性の便秘がある人なんですよ。うん、それでね、<ー>もうこういう下剤を受けても綺麗にならないっていうのね。はい、んこれは随分。これはね、炎症、そうなんですよ。えーですね、これはね、非常にこう急性赤の慢性のね、潰瘍性大腸炎なんですよ。えー、こういう潰瘍性大腸炎の人の、腸を見ますとね、やはりね、えー、非常にこう。あの炎症のほかにね、汚れてるんですね。便がなん膜を流れない。 だからこういう人にねやはり牛乳から乳繊をカットしましてねもう焼げないでそれで自然の食べ物をあげますとねこの人はねアロエをね56年ぐらい飲んでる人ですけどこれ下剤のために飲んですからねこういうのね腸ほら腹黒いっていう人でしょそれと同じようにね腸の壁が真っ黒なんですこれがね。 ポリプののとこころはね、この色が抜けちゃうのだから非常にこう発見しやすいんですけどもね、ええ、こういうあの、まあ、下剤でも長く飲んでると非常にしくないんですよ。これは大体あの2センチぐらいのポリプなんですけども、はいまあ、ポリプっていうのもねこうして腸が汚れてる人に非常にできやすいんですけども。<ー> 活性酸素なんかできたりねそれからもちろんいろんなその毒素は腸の中にさっき言ったようにできるわけですから、はい、こういうのがね遺伝子っていうか DNA を損傷してね彫り<ー>ができるんじゃないかと思うんですが、まあ、私がそう言って3 2 3年前に<ー>腸のポリップをね切除する方法をまあ考案してしちゃったんですがこういう場合にね<ー>腸の壁っていうのはまあ3 4ミリぐらいで非常に薄いんですけども、はい、だからまあちょっと 操作を間違ううとといちゃうんですよだからまあそんなに安全なあの手術法でもないんですけどまあ私の場合はもう10万人近くポリペクトミーっていうのポリップを取ったんですけどね、はい、まだ一遍も腸を破ったことないんですが、まあ、非常にねこうやってっポリップを取ってあげるとね皆さんから喜びますから。ええ では先生、腸内環境が悪くなった時に、うん、起きる病気というのを具体的に、うん、挙げていただけますでしょうかということで、ねはい、腸の中でさっきあのお見せしたように、はい、腸の中でああいう場合にねいっぱい便の停滞度とか縮便がありますとね、はい、いっぱい化学物質が起こる発がん物質が起こるということでね、うんはい、やはりその腸内環境が悪くなった時にはねまず大腸ポリプとかがんなとかってね、はい、そういうのがあのできるわけなんですけどそういうのが今度は血中に あの吸収されたりしてね。体の中を回るわけなんですよ。そうしますとね。どうしてもこう乳がんになりやすい。前立腺がんになりやすいね。うん、だから、あのアメリカではね。乳がんになった人っていうのは必ず大腸の検査をしますしね。はい、で、大腸がんになったような人は非常にこう。乳がんの中になりやすいかとか。 前立腺がんがんになりやすいっていうことでね、はい、そういう検査もちゃんとしなさいっていすように関われてるんですよ。これはねやはりの,この肉食とか乳製品が多く食べてる人ね、えー、それによってできる病気なんで全部関係してるんですよ。結局ねよくその穀物なんかもねあの玄米食だとかそれから野菜とかあの果物それから海藻類なんかをよく食べていませんとねこれ全部関係してるってことになってくるんですよ。 でそれが肺がんそれから心臓血管を見ると動脈硬化になったり、ね、高血圧になったりする、はい、飲めないようなお酒をいっぱい飲んでると糖尿病になりますからね、はい、それから痛風これもやっぱりこう腎臓の働きが悪くなるそういう状態でね痛風なんかになりますんでね毒物なんかできてそれをあの腸から吸収して肝臓に行くわけですからね肝臓がものすごくそういうのを、ね、解毒しないといけない、うん、だから働きがね鈍っちゃう、はい、また障害されちゃうねだから肝機能が悪くなっちゃうんですよ。 そそれからうういう特に乳製品だとか、えーまあ、牛乳なんかをたくさん取ったり、ね、しますとねやっぱりアレルギー反応なんかの一種だと私は思うんですがアトピー性皮膚炎だとかね、はい、それからそのアトピーみたいなこう皮膚炎が腸に来たのが海洋水大腸炎だとないかと私は思うんですけども、はい、そういうのが非常に起こりやすくなるそれからもちろんねこの膠原病だとかリウマチもそれに従ってなりやすいと。 そういうことはね、すべての病気というのは、はい、あんまり動物タンパク食を食べ過ぎて、腸が汚いということ、結局ね腸内環境が悪くなったときに、はいえー、ほとんどすべての病気が起こるんじゃないかと私は思いますね。なるほど、ね、ポリープや癌以外にも意外な病気に、えもういろんな病気がね、のねはい、あの起こってくると思います。はい、だからあのちゃんとした食べ物を食べて、そして良い水を飲んで。 排泄をちゃんとしてね、はい、サプリメントも飲んでそれでそういう腸内環境を整えますとそういう病こういう病気がね全て予防できたり、まあ、改善されたりすると思いますけどね。はい